京商道は朝鮮八道の地方の一つ。峰南地方とも呼ばれる。1896年に京商南道と京商北道に分かれた。現在は京商北道に属する京州と昭州から頭文字を取って命名された。広域市も富山、うる山、テグの三つがある。京商道地方のうち、現在のテグ広域市と京商北道の領域は TK 地方。 不山広域市とウルサン広域市と軽症南道の領域は PK 地方と呼ばれる。軽症道は一桂に北二府三十軍九十二県で構成されていた。韓国の歴代大統領12人のうち8人が軽症道出身であるなど有名政治家、実業家を輩出している。韓国の主要政党で李昭キヒロ政権。 国区根政権時代に与党だった自由韓国党は、この継承道を強固な支持基盤としていたが、2017年の大統領選挙では、自由韓国党の公準尺が共に、民主党のムンジェインに、PK 地域で敗れ、翌2018年の統一地方選挙でも、富山市長選、ウルサン市長選、継承南道知事選で自由韓国党所属の現職、現職が共に、 民主党の新人候補に大差で敗れるなど近年は軽症道地域の政党支持に変化が見られる。ありがとうございます。